Oh, she's still getting XP though. Which is good. Everybody leveled up, which is also good. Giant mushroom, mature and lightning slab. Choice rib, yes sir. Sincerity, melon, yes sir, yes sir. It wasn't really that tough, for real, for real. お前らだってこいつらこっちもいろいろあってこの子ロップモンとはすっかりお友達なの僕にはなついてないようだけどね修二さんがこの子に辛く当たるからだよ。こんなに可愛いのに。I don't like that laugh. Sound like me. なかなかやるじゃねえか。そんな、あれだけやってまだ動けるのか。こいつめちゃくちゃ頑丈だよ。だが諦めるわけには。葵は私が守るんだから。お前らそんなボロボロなのに戦おうとしてくれるのね。のか助かった。Let's get out of here。みんな疲れてるだろうけど、まずはここから離れよう。ここが安全だって決まったわけじゃないんだ。そりゃそうだけど。まだちょっと無理だよ。ねえ、教授はどうなったの？おい、見ろよ。下。Yeah, he's perfectly fine. 霧が。Oh, fuck, I'm back. 早く離れよ。霧は危ないよ。ひょっとしてさ、教授まだ生きてるんじゃねえの？ Yeah, exactly. Still could be. 教授が落ちたのって霧が出る前じゃん。だったらあの霧には触れてねえかもじゃん。死んだとは限んねえだろ。きっとな、そうだろ？確かに確証はない。死体を見たわけでもない。しかし仮に霧がなかったとしてもこの高さからでは。そんなのわかんねえだろ。俺下に降りて探してくる。待てミノル、止めんなよ。いや僕も行く。ちゃんと確かめたい。私も行くわ。無事な可能性があるなら助けないと。私も手伝う。君たちだけでは心配だな。僕も引率しよう。俺も行くからな。分かった。みんなで教授を探しに行こう。 So we're all going into the fog。 下は水路になってたよな。マジで無事かもしれないよな。みんな下流に向かおう。I see, yeah, because if he's not in the water, then I mean, he'll be fine. それから声を出すんだ。I mean, 教授に呼び
distance from that height. を食らわないように様子を見るだけだ。あれ、かなりボロボロじゃねえか。そうね、私たちが思ってた以上にダメージを与えられてたのかしら。それも気になるけど、それよりなんかあいつ霧にまとわりつかれてない？あ、本当だ。足元がほとんど霧に覆われて動けなくなってんのか。あんな怪物でもやっぱりあの霧は怖いのね。なんでだろう、あの霧を見てると不安になってくる。The Shadow Realm! Here goes me and Kaido. What about my own simpies there? Dakara, so they got your care now, Sevana. Only chance to go like it. I should grab that guy. You want to grab me a drink? Meet him, Atari no Yosa Okasida. No, go in the kiddo, so.何があったかわからないが、気がついたらこんなありさまなんだ。そもそも俺たち二人とも突然気絶してたんだ。どう考えたって異常だろ。だからいいか、絶対俺から離れるなよ。だからなんで命令するの？何様だよ、うん、俺はお前の兄なんだぞ。心配するのは当然だろ。はい、何様って言うならお兄様でした。心配なんてしてもさ、別に何ともなってなかったし、怪我もあざもないし、どこも痛くないもん。それに気絶だよ。気絶ないじゃん普通。人生初気絶。ドラマとかアニメでしかさ、気絶なんて見たことないのに。すごいよこれ。お前な。それにほら、なんだかわかんないけど、見慣れた景色が見慣れないものになってるんだよ。これちょっとワクワク。ダーク、お前ってやつは。は？なんだ。
今のは地震とかじゃない？いや、まだ続いてる。地震っていうか、何かでかいやつの足音とかだろう。にしたって、こんなでかい音、まさか、また化け物なのか？そんな、脅かさないでよ。よし、俺はちょっと高いところから辺りの様子を見てくる。しないで。化け物に近づくかもしれないんだ。一緒の方が危ない。すぐ戻ってくる。だから絶対そこから動くなよ。いいな。お兄ちゃん待ってよ。よし、これだけ高い木からなら遠くまで見渡せるだろう。あの足音の正体だけでも突き止めとかないとな。何か動いてる。なんだあのでかい化け物は。この足音の正体はあいつか。筋肉の塊どころじゃないな。あんなので攻撃でもされたら簡単に殺されちまう。とにかく危なそうな奴が近くにいると分かっただけで十分だ。急いでミュウのところに戻らないと。ミュウ、急いでここから離れるぞ。ヤバそうな奴がいる。おい、ミュウ、どうした？返事は？おい、あまり世話を焼かせるな。どこにいる？返事をしろ、ミュウ。ミュウ、ミュウ！おはよう、アグマ。おはよう、ダグマ。ミノルたちはまだ寝てるか？アオイさんたちはどうだろう？まだ寝てるのかな？どうだろうね。見てこようか？いや、いいよ。起きたら食堂に集まるんだし。とりあえず今日はもう休もう。みんないろいろと疲れてるだろうし。そうだね、もう立っているのも限界だ。修二、大丈夫？そばに寄るな。 Suji bro, calm down. But I get on his head.だけど広いし平気だろ。綺麗なシーツもほらたくさんあるわ。そうじゃなくて、男子と女子一緒に寝るの？Oh, Saki, calm down. 何言ってんだよ。そんなの気にすんなって。
今はそれどころじゃないだろう。気にするに決まってんでしょ、バカなの。着替えとかお風呂とか他にもいろいろ女の子には見られたくないことがたくさんあるのよ。確かに。 Then you step out the room, get changed to come back in. As far as the bath thing, I mean, dry off and put your clothes on in a different freak, I don't know, in the bathroom. Shoot, hello. I'm starting to wish that thing mine would have ate you too. いつまた敵に襲われるかわからないし、なるべく一緒にいた方が安全というか。だったら校舎の中どこにいても同じじゃない。そんなこと言って私たちの着替え覗くつもり？やらしい変態。 Females are so annoying. たくまくん？そんなわけないだろ。 And you instantly believe that?Man. アグモンたらそんなことも知らないの？変態っていうのは体の形が変わることよ。虫の場合は幼虫からさなぎ、成虫に変態するのよ。ねえクネモン。へえ、詳しいのね。なんだかそれって進化みたいだね。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。いや、この場合の変態はそういうことでは。うむ、まあいいか。とにかく男女で部屋を分けるべきよ。言われるまで気にしていなかったけど、確かにこれはサキさんの言う。 How is she right? まあ当然といえば当然ではあると思うね。Shut up, Suji. くだらねえ。どうせ俺たちはここから、ここから。You shut up too, Rio. なんか飛んだ濡れ着に着せられた気がするけど。どうする、タクマ。Yeah, I feel that way too, G. Safety in numbers. さっきも言ったけど、いつ襲われるかわからないし。やっぱり一緒の方が良くないか。お。いやお前、ここでそう言えるのは勇者だわ。それ絶対先には言うなよ。また変態って言われるからな。うん、それは嫌だな。それじゃあ、ハル、ちょっといいかな。葵さんとサキは、ハルとミユキと一緒に音楽室で寝てもらうっていうのはどうかな。ミユキも女の子だし、ハルは見ての通りまだ小さいし。うん、まあそれならいいかな。ええ、私も大丈夫。ということで、寝るときはあの二人と一緒に音楽室にいてほしいんだけど、いいかな。え、僕たちはそんなの、はあ、はあ、分かった。それでいいよ。ああ、ありがとう。ありがとう。
はよう。おはよう。おはよう、ミノル。バン。リョウとシュウジさんもおはよう。そうだな、僕もまだ信じられない。いつもふざけているミノルすら相当落ち込んでいるようだしな。もっとみんな楽しそうにすればいいのにな。ダメだよ。こういう時はちゃんと空気を読まないと。空気って透明なのに、どうやって読むの？読めるの？Not what they mean, Agumon.もう悪気があるわけでもふざけてるわけでもない。君たちいつもこんな感じなの？アグモンはまああんな感じだな。俺やクネモンもだいたいいつも通りだ。へ？寝る場所を変えたラブラモンというやつがこういう時アグモンをたしなめる役目だよ。そっか、僕たちの方はこんなにぎやかじゃなかったな。教授がみんなを引っ張ってくれて、フローラモンとサキが僕を励ましてくれて。ふむ、お前のパートナーは昨日から見る限りあまり頼れる相手ではなさそうだな。一番大きいのに？大きいからといって立派とは限らんだろう。それにロップモンへの当たりも厳しいようだ。そんなことないよ。我々のパートナーは皆未熟なものだからな。多少の至らなさは仕方ない。彼らが良き行いを遂げるよう見守り支えるのもまた俺たちの役目だ。そうだ教授、見ていてください。僕がきっとみんなを いつまでも落ち込んだり悲しんでいても仕方ないんだ。言ってることと態度が逆っすよ、修二さん。修二さんの気持ちも考えてやろう。僕たちより長く教授と一緒にいたんだし、その分ショックが大きいのも仕方ないさ。今はそっとしておこう。でもさ、修二さんにはリーダーシップ取ってもらわないと。次の年長者は葵さんですよ。あと亮な。どう考えたってこのメンツじゃ修二さんに頑張ってもらわないとさ。でもここは僕がしっかりしないと。まず状況を把握したい。この学校のことや食料や水に関しては昨日聞かせてもらったけど。そうだ、修二さんの方は一晩どう過ごしたんです？野宿だよ。ああそりゃ大変だ。では僕たちが今までどうしてたか順番に話しますね。Meeting Agumon and the others, the fight against the spider, meeting Haru and Miyuki and more. まあでも若干ハードモードだよな、修二さんたちの方が。Playing X Games mode. 教授がいなければどうなっていたか。
それにあんなおっかねえのにつけ狙われてずっと追っかけられるってなんなんだあれ。俺ら人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたし。そこは教授からも聞いた、獣神や瞳悟空の伝承と合致しそうだけど。教授からもっといろいろ話を聞けてたら何かヒントになったかもしれないよな。すんません。ああ残念だけど仕方ない。しかし得体の知れない化け物はいるわ。その化け物を飲み込んじまう霧まで出るわ。そうだよな、あの狼みたいな化け物でさえ一瞬で飲み込まれてた。あの霧に飲み込まれたらどうなんだよ。わからない。でもアグモンたちも絶対に近寄っちゃダメだって言ってたし、気をつけた方がいいのは確かだと思う。まあそうだよな。地下世界とか見知らぬ未開の土地に本物そっくりの山とか高所とかをコピーしてるとか壮大なドッキリ、僕らみんな騙されてましたとか。ドッキリってなんだ。 Man, Agumon, you know nothing. びっくりさせて楽しもうっていう面白いことで。いや、ただの厨房にこんな大掛かりなドッキリとかないな。うん、ごめん。ここが何らかの地域だ。それで気に落ちることもあるよ。山深い未踏の地ならともかく、普通に神社や学校に続く山道すらあるのに、どうして捜索隊も青年団も来ないのか、ヘリの一台も飛んでこないのか。やめろよ。どうすればここから脱出できるか、まずはそのことを考えないと。たくま、just seems like everyone is everyone is afraid. 修二さんはうなってばっかだし。That's just what it seems like. Seems like what it's gonna be. And not everyone, mainly Rio. Because I'm telling you right now, I'm not afraid. 場所を変えてはどうだろうか。To take a stand. それに女子の意見も聞いてみないとな。So ask the girls. Let me see. No, let's go with the girls. 僕たちだけじゃなく、then do the 女子二人の意見も聞いてみないと決められない。Fluid options.確かに、それもそうだね。なら、続きは食堂で朝飯食いながらにしようぜ。俺も腹減っちゃったよ。それじゃあ、朝食を取りつつ、みんなで話し合おう。ごめん、みんなは先に行ってて。あ、どうしたタクマ。トイレだよ。済ましてから食堂に行くから。お、そっか、慌てんなよ。さて、これから話し合いか。もうやってるみたいだよ。本当だ、修二さんが早口で何か叫んでるのが聞こえる。すごい剣幕だ。何かあったのか。だから僕は反対だ。子供だけでこんな危険な場所を探索なんて。でもさ、
ここに留まっててもどうしようもないじゃん。せめて周囲の状況だけは探ろうって言ってんの。そうだ、状況把握は生き残るのに必須だからな。私も修二さんに賛成だわ。ここにいれば外よりは安全なんだし。私も葵に賛成よ。危ないことはしない方がいいわ。君たちを危ない目に遭わせるわけにはいかない。僕は教授から託されているんだ。君たちを無事に、その当てとか方法とかわからなくても、それでもみんなで必ず元の場所に帰りたい、そう思う。修二、確かにね、先が見えないってことならここにいても外に出ても同じよね。だよね。 Which is very true. だったら外に出て戻れる方法を探す方が建設的だと思わない？それも一理あるな。でもそのために犯すリスクと釣り合いが取れるかどうかだよ。他に意見は？リョウは？Yeah, he's going crazy. あいつ、昨日からずっとアナだ。しょうがないな。みゆきちゃんに春は？わかんない。わかんない。そうか。しょうがない。じゃあ君たちは3人とも保留ってことで。タクマ、いいところに来たな。そうだ、ちょうど2対2で意見が割れてたんだ。君の意見を聞きたい。I agree with周囲を使って地形の把握をするか、ここに留まってしばらく慎重に様子を見るか。いいじゃん、タクマの思う通りにしなよ。決定権はタクマにあるんだぜ。そう言われても。僕はここがどこなのか辺りを探索して調べたいかな。だよな。でもそれでまた襲われたりしたらどうするつもりなの。また戦って倒せばいいじゃん。随分自信があるみたいだけど、勝てる相手ばかりとは限らない。 There's like eight of us, dog. Seven.だったら、修二さんは There's six of us. ここに居続けて何か変わんのか。 And three of us can evolve. Did you evolve into champions, my guy? Come on now. 消えたり、あっさり帰れたりするかも。そんな運頼みで帰れるんだったら、自分たちで動いてもいいじゃんか。手がかりもなく危ないことはさせられない。怪我だけじゃ済まないかもしれないんだぞ。ねえ、これいつまで続くの？なんか飽きてきちゃった。そう言うな。まあ確かに話が平行線をたどっているようではあるが。二人とも落ち着いて。このままじゃ結論は出ないよ。それぞれ一旦頭を冷やそうよね。そうだな。Just make me the leader at this point. Like, for real, for real. それじゃあ、二人だけじゃなくて、みんなももう一度よく考えてみよう。それで改めて、昼にもう一度集まるっていうのはどうかな。うん、まあ、いいんじゃない。そうね、そうしましょう。それじゃあ朝ごはんを食べたら一回解散しよう。Dang, I got 12 moves. Um,
What if I go to a different area? Yeah, so you're just... Okay, cool. Go back to the square area. Alright, so I guess I'll just talk to everyone then. See if I get these affinities up. Stage, see if there's any items. See? Always check to see if there's items. Oh, it's that mushroom from before. Alright, Agumon, what do you have to say? Seem down. I think you will find he is merely calm rather than down. Isn't that so, Minoru? Yeah, I just need to clear my head. Everyone is so divided. Not that I'm exactly the most cooperative, but really. Who's that gotten? Might as well ask them everything since I didn't ask them everything else.
Affinity, so I have to ask all four questions, then affinities will go up. I think I might skip the rest of these. Because, I mean, I get really careless. I think Shuji should stop being a little puss. I feel like we should get grooving. You still on in that, like, bro, grow a pair.
Just smack him in the face. That's what he need. Just a good smack. Stop being a little wuss. Man, whatever. What a bum. A little bit more training. Alright, so you're 18. Let's get these guys to 20. You're still low level. You're still low level. You're still low level. I'm giving it to Agumon because I'm hoping that he'll be able to go up and around. That's why I gave it to Agumon. Nah, whatever. I'll just get in front of him. Please stun. Let's get it! Stun him. Stun him. Tag. Blazing Ice! I love how you can sort of tell, because the animation is sort of different, when you actually like stun or poison things. Pretty cool. Rain of Pollen! I should go first. Yep, we evolve into champions and all of a sudden we all go first. Gotta love it. I'll move you over here because I'm pretty sure we're gonna be able to finish off Odude this turn. Try to talk to him again. Who do you think is worse, the deceiver or the deceived? Only dupes get duped. Man, what a bore you turned out to be. Let's make a deal. Throw the fight and I'll give you an item. Interesting proposal. You're the type. I can't. Man. What do you think decides what's right or wrong? Your own beliefs. Well. I mean, I tried. Try to talk to him. I won't be able to talk to him again.
Oh well. Sorry, but you guessed the goal. I basically have 4 champions. 53. Oh, he's at 70. Oh my. 56. 49. 48. 46. Alright, cool. Ernest the banana. I need to see what that does actually. I need to go into my inventory and check it. Stop being a little wuss. Man up. Grow a few bears. No cap. Six moves left. How do you feel? I'm gonna just skip past everything else. Cause all it's gonna lead to is affinity going up. So I'll just go here. What about our situation? Yeah.
There's more. Alright, what's going on? Alright, cool. Ooh, let me check the room. Make sure there's... Never mind, too late. Check on these two. There's Miyuki and Haru. One. They both take one. She fell asleep standing up. That's crazy. Unless she wasn't with her eyes open. Before I do that, let me start checking out these items that I have. Max HP, bonus XP earned? Yo, what? I can equip that and people start learning bonus XP? But, one resistance, physical, defense, and special defense skills. Okay, training. Raises targets, max HP, raises speed, defense. Involves a free monster to champion. Huh. Wait. So if I were to go to status, or Agumon, training. His speed is at 70. I forget. 63, 70, 56, 49, 48. Alright, cool. This is for HP. Alright, let me give you 1, 2, 5, 6. Yeah, nah. I'll give the rest of these to you, because you need to... Here we go. Alright, 57, 84, 70, 70, 65, 45, 52, 74,
84, 71, 85. Alright, so yeah, you and SP, so 185, 184, 68, 65, 42, 116. I'll give that to you. Oh, that's cool. I can wait a minute. Oh, it's a free Pokemon, so that's you. I can make him go to Bergemon. I can make him go to ooh. Or I can make him go to. See, he's trying to go into an ultimate. Yes, sir. It could go into okay, his stats did increase. Yeah, his stats did increase. Okay. See, but how do I get to unlock? Okay, equipment. So you can have multiple equips then. Okay. Do I want to give you the bonus XP? Because there really isn't a need to. So you'll have a 19. So you're level 18. What do you need? I'll give you this. You... I'm not going to give you anything. Excuse me. Who has the lowest health among the ones that I actually want out of this? So 6, 5, okay, first of all, 5, 9, 4, 9, 4, 8. I think I'm actually want you out there, so I'm gonna give you this one. Cool, cool, you. So yours negative 30, so I'll give you that just to buff you up a tiny bit more. And then come back over to yeah, here, I'll use these on you. Other items, I got Lightning Crystal and Aegis Crystal. Is this one? Alright, that will boost defense and stuff like that. So 65, 67, 60, 63. He's level 7, so I'll give him this learning crystal so he can just catch up on level. What does releasing do? Yeah, well, nah. I'm not gonna release just yet. Is there a way to claim, like, the DLC stuff? See, 26, 28, 14.
course, you're still Zero. That makes the most sense. Okay, item. Alright, restores SP, HP, SP. Causes all targets to have. Okay, enhancement skills, training, key items. Okay. Karma. I think I've done everything that I've wanted to do so far. I wish I knew which evolutions, how come I got him instead of one of the other two? Like, I know it's the status points or whatever, but I don't know which, might be able to look it up, I'm gonna look up which evolutions is which evolutions, as far as like I might not have to look it up, because if I go to profile, no, not profile, if I go to help, here we go. See how they got the Greymon. I wanted Greymon, if I'm going to be honest with you. Greymon at OG. Karma will affect Agumon's evolution. Okay, but how do I know which karma is what evolution? Okay, there's harmonious karma, wrathful karma, and moral karma. See, that karma is, he has 61 up top. Then he goes down, and that's, this value changes how the story unfolds. Okay, so does that mean I like, look at Greymon. All right, whatever. Let's get to it.